数々の歴史に残る名勝負が生まれたダーツライブ TV。 2019年に送る新たなる戦いは、力と技と美しさを兼ね備えた女子プレイヤー対決、ダーツライブ TV マッチ2019エクストラマッチ。さて皆さん、お待たせをいたしました。これよりパーティーコレクションに参りたいと思います。では早速選手の皆さんに登場していただきましょう。鈴木みくる選手、選手で、パーティーコレクション戦っていただきたいと思います。では参りましょう。最強女子パーティーコレクション対決、ゲームオン。さあ、パーティーコレクションでございますので、私も軽く実況などさせていただきながら来たいと思いますが、林さんに解説もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずなんか UFO とか出てきましたけど、このゲームは何でしょうか。こちらのゲームはドロップウォールズというゲームで、プレイヤーカラーのポケットが下に3つあるんですけども、はい、赤青オレンジとあって、キャシーさんは赤いポケット、はい、赤いポケットを狙ってタイミングよくボールを落としていく。下の画面にポケットが出てるということですね。今他のプレイヤーのポケットに入れてしまったので他のプレイヤーの得点となってしまいました。自分のポケットを狙って入れないと今みたいなことになるってことですね。はい、自分の色のポケットの上でちょうどボールを落とすように狙ってください。なるほど。それで、でもこれ、あのなんていうんですか、真ん中に秒がいっぱいあるからいろんなところに、お、なんか大きいの来ましたけど、ブルに入れると高得点の金の玉が出てくるんですけど、はいはいはい、見事に自分のポケットに入れましたね。おまた今度は自分のポケットに入れました。杉選手ダントツですね。もうですね、とにかく自分のポケットを狙うってことですね。そうですね、はい、自分の色のところを狙っていただきたいと思います。つまりどこに刺さるとかというとタイミングなんですね。そうですね、ボードに当たったタイミングで、あの UFO が発射するっていうゲームってことですね。今は右に来たタイミングで投げるとうまいことオレンジのポケットに入ると思います。なるほど、じゃあ右のタイミングでぜひ当てていただきたいと思います。やっぱり入んないな。おお、あ、まあ、ナイスナイス、はい、いいね、いいね。これなかなか難しいですね。結構運が強いゲームとなっています。そうですね。ここに入るか。ダントツで、残念ながら鈴木選手のところに吸い込まれていきました。ウィナー鈴木みくる。さあ、このゲームは鈴木選手が吸い込むように得点を取っていきました。続いてはなぜ野球ですか。そうですね、スラッガーという野球をモチーフにしたゲームです。スラッガー、これは、お、いきなり出ましたど真ん中。いきなり高得点先手ですけど、どういうことですか。こちらタイミングゲームで、はい、赤いカーソルのところにボールが来たタイミングで、おお、うまいうまい、また真ん中行きます。また真ん中、すごい。リズム感がいい人は特に真ん中に打ち返せますね。これボードに当たるタイミングってことですかね。そうですね、このタイミングで、真ん中に行けば行くほど点数が高い。はい、球場の奥の方に得点のスコアが入っていまして、はいはい、さ
さっきのいきなりの選定は何だったんですか。あのドンピシャド真ん中。ドンピシャド真ん中。さあ打ちました。これは400点。かなりレベル高いですよ。これはちょっと遅いですね。ちょっと遅いです。ど真ん中で逆転ができます。あ、ど真ん中でやっていきましょう。遅れちゃいましたね。遅れてしまいました。これでもだから結構早めに投げておかないと、そうです、ね、着地した時に打つってことですもんね。ダーツが飛んでいく時間も計算して投げていくんだね。おっと遅れてしまいましたね。ストライク、ストライクですか。空振りしました。さあどうだ。2位は狙えますね。まだ2位は狙えるところにいます。またもや空振り。これは、ね、今回のタイミングウィナーキャシーリア。素晴らしいホームラン打ってましたからね。さあ次のゲームに参りましょう。次のゲーム、壁を壊せって出ますけど、こちらウォールブレイカーというゲームでして、ウォールブレイカー、画面にある壁を、はい、ダーツを投げると鉄球が飛んでいくので、はい、そのどれだけブロックを壊せるかというのを競っていただきます。お、すっげー壊れましたけど。うまいですね。ガンガン壊してますけど、まだ壊れてますけど。あ、上がってきましたね。どんどんせり上がってくるようになります。はい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 。お、今度もいいとこ崩したんじゃないですか、これは。結構どう崩れるか想像力が必要になってくるゲームなので。なんか綺麗に終わるまでもうちょっと崩れた。すごい、完全に分かってますね。残ってない。すごいです。895キロ。895キロ。でもどんどん打ちた。一気に投げていくタイプですね。そういうのありなんですか。多分パーフェクトを狙いに行ったんだと思います。一気に3本投げちゃうとかもいいっすね。じゃあ大丈夫です。待ってなくても。ただ待った方がお得ではある。待った方がお得ではある。はい、なるほど。性格が現れます、ね、性格が現れますね。これ間違いないですね。どんどん投げちゃいました。そして身長を狙う。やはり強気に攻めていく人が多いですね。なるほどね。パーフェクト狙いですと、あえて間髪入れずに打った方がいいってことですね、はい、ウィナーキャシーリア。このゲームは慎重さが今回は功を奏したようでございます。さあ、そして、あ、無理だっていきなり言ってますけども、ミグ選手の無理だと聞こえましたが、これはどういったゲームでしょうか。こちらのゲームはフラッシュエリアというゲームで、今盤面が5色に光るんですけど、はい、あ、盤面ですね。あ、光ってますね今ね。まずこちらを記憶していただいて、はい、記憶する。今から指示に従ってダーツを投げてもらいます。青じゃない。 あ、さっき青だったエリアを入れてますけど、はい、狙ってくださいってことね。覚えられているかどうかですね。はあ。続いてミグです。これそのエリアどこに入ってもいいってことですよね。そうですね。おー、パーフェクト。3本とも成功です。素晴らしい。成功しました。さあ、苦手と言ってましたがどうなんでしょうか、月選手。お見事、正解。こちらもパーフェクト。はい、パーフェクトでございます。
記憶力もしっかりとってますね。はい、しっかり覚えていました。指差して確認してます。おー、外してしまった。佐藤選手ミスってしまったか。いや、待って、ブルマインナイバー、またミスってしまったぞ。どこだっけ。優しい方教えてあげても大丈夫ですよ。これでも本当のこと教えてくれるかどうか分かんないですからね。そうですね、はい、というわけでキャシー選手とスイッチ選手は今回はウィナーでございます。さあ最終ゲームは星が2倍になります。最終ゲームは星が2倍、点数が倍ってことですね。はい、三角形で魚を囲め、これは何ですか。フィッシュトライアングルというゲームでして、3等で三角形を作っていただきます。3等で、おっと今外れちゃいましたけど、これはアウトボードになるとランダムで真ん中の方に点が打たれるんですけど、3等で三角形を作って、でなんかちょっと惜しかったです今ね。囲った魚の数なんで、こちら14キロと140点になります。なるほど、あの三角形囲った中で何点囲うことができるか、つまり大きく大きく囲った方がいいってことですね。そうですね、大きく三角形を作って、かつタイミングも重要となります。さあ勢いがいい、相変わらずの選手、64匹そして佐藤選手ですね、あとはタイミングです。そうですね、時間制限はないですもんね、別に。時間が過ぎてしまうと魚が徐々に減っていってしまいます。なるほど、おいいじゃないですか、これは。おエクセレントでした、素晴らしいですね。はい、ということでこのゲームはウィナーさんとガスミ選手。これさあ、というわけでウィナーは鈴木面白い感じになりましたよね。やっぱり性格出ますね、性格出ますね、思いっきり、ね、色を覚えてやるやつは、はい、その色のブルに入ると点数がすごい高いらしいんですよ、はい、それを加藤選手は狙っていったんですよね、はい、なるほどなるほど、だから内側に、はい、内側に寄せてたんですね。そうなんです、はい。でもあれですよね、鈴木選手は嘘つかなかったですね。嘘つかない、私嘘ついたことないです。鈴木嘘つかないって言ってましたよね。はい、パーティーゲームは本当に、はい、どなたでも楽しくできるゲームだと思うので、はい、本当に皆さんにもやってほしいですし、はい、もちろん罰ゲームとかかけてもらってね。で、はい、そうですよね、やっぱりパーティーはね、はい、そこまで含めてパーティーですからね。そうです、そうです、あ、そうですね、ありがとうございます。でもお見事優勝でございます。やりましたね、ありがとうございます。素晴らしい、ぜひお客さん頂戴します。キャシー選手が聞いてみましょうか。キャシー選手いかがでしたか。はい、だいぶ楽しい感じで、Yeah, I enjoy the game. It's exciting, and I think it's not only for Dot player. Yeah, normal people who has never played Dots, I think they can also enjoy the game. That's very good. Yeah, I love the games. Sato 選手。はい。どうでしたか。いやー、こうやってですね、ダーツがうまいって言われてる人でも、はい、こんな惨敗することがあるんでなんかね、ちょっとあの人うまいんだよなって人に、はい、ちょっとやろうよ、下手くそだからさ教えてよとか言いながら勝てちゃうゲームだと思うので、はい、皆さんも多分楽しめると思います。とても楽しかったです。ありがとうございます。はい、さて先ほどね、鈴木選手も教えていただきました。こういうゲームにはおっしゃってましたけど、罰ゲームというか、ペナルティというか、はい、必要ですよね。
あれ今回はちなみに第3位は、いや違う、おめでとうございます、佐藤選手。さあ佐藤選手にはこのダーツライブ特製ヤバいドリンクを飲んでいただきたいと思います。皆さん一緒にさあ2位に行きますよ、皆さん行きますよ、コメント聞けるような顔してないので、なんかちょっと水まず飲んでいただいてですね、でもあのこういうのも含めてですね、このパーティーゲームはいろんな形で楽しんでもらったらいいんじゃないかなって思いますよね、鈴木選手ね。いやここもう本当にこういう風に楽しくやってもらって本当に皆さんできますからね、あの本当に1位を狙うことができると思うので、はいはい、ぜひぜひ遊んでみてください。ありがとうございました。面白い戦い、素晴らしい戦いにしてくれた3選手に大きな拍手をお願いします。